背景です。今回は打線さらなる強化、平沼が抹消、昇格がこの二人ということで、今回は、平沼選手が本日5月1日に抹消されて、誰がね、昇格をされるのかっていうところを話していこうと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは話していこうと思います。山川と長谷川の昇格が有力化ということで、山川選手、長谷川選手がもしかしたら昇格するのではないかという話をね、今回はしていこうと思います。まず今日ですね、5月1日に平沼選手が登録を抹消されました。平沼選手はね、野手の選手になりますので、明日の5月2日にですね、野手の選手誰かは絶対にね、昇格をしてくるということになるんですね。で、今1軍に登録できる人数の枠っていうのが、31人というふうにされておりまして、で、現在のここまでのライオンズの登録人数29人なんですね。ピッチャーが高橋光成投手、増田投手、松本投手、隅田投手、佐藤投手、平井投手、森脇投手、青山投手、与座投手、本田投手、翔薬投手、ティノコ投手、大曲投手、エンス投手の14人で、野手が柘植選手、古賀選手、小玉選手、殿崎選手、牧野選手、宇選手、佐藤龍生選手、中村武也選手、滝沢選手、栗山選手、金子選手、若林選手、鈴木翔平選手、西川真奈選手、愛斗選手の15人ということで、投手14人、野手15人の合計29人ということになっております。なので、平沼選手抹消したのは1人だけになるんですけれども、一応ね、登録できる人数の枠としては、あと2人あるんですね。なので、一応ね、2人の選手を昇格することが可能な状態ということになっております。なので、そこでね、山川選手、長谷川選手のね、2人が上がってくるんじゃないかという話をね、今回していきます。で、まずね、1人目の長谷川選手についてなんですけれども、長谷川選手は30日の練習、1軍の練習に参加をしているのが確認をされているんですね。なので、30日ね、昇格をしてくるのではないかというふうに言われていました。ペイトー選手がね、ちょっと離脱をしてっていうことで、長谷川選手、あと西川真奈選手、この2人がね、上がってくるのではないかというふうに言われていたんですが、結局登録をされたのは西川真奈選手のみということで、長谷川選手は、この日はね、登録をされませんでした。ただですね、一軍の首脳陣にやはりこう目をつけられているというか、長谷川どういう状態なのかところやっぱりね、こう気になってるっていうことはね、おそらく30日の練習に参加している証だと思いますので、やはりね、長谷川選手の昇格ってところもね、可能性としては高いかなというふうに思っております。で、平沼選手が、セカンドだったり、サードだったり、ファーストだったりをね、守る選手で、結構ね、ユーティリティ性の高い選手になるんですね。で、長谷川選手も、内野で入荷を守れますし、サードも守れますし、あとペイトン選手が離脱をしてしまったんですが、外野をね、守ることもできるので、非常に長谷川選手はね、足も速くてダイソーでの起用もできるし、起用の幅が広いっていうところはね、一個あるんですよね。なので、そういったね、有用性とかを考えても、長谷川選手の昇格ってところはね、十分あるんじゃないかなというふうに思います。そして、もう一人の昇格候補は、やはり山川選手ですね。ファンの方も皆さん山川選手の昇格っていうところをね、本当に待ち望んでいる人も、たくさんいるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、皆さんもご存知かの通り、もう山川選手はね、2軍で実戦復帰を果たしております。右ふくらはぎの腫れということでね、ずっと離脱をしていたんですが、もうね、2軍の方では試合に出ているということで、あとはね、1軍に上がるだけなんですね。で、もう2軍の方でもね、確か3、4試合ぐらいも試合に出ていて、30日の、4月30日の2軍戦では、ツーベースを放っていて、29日の試合ではね、ファーストの守備でもついていて、走塁もね、難なくこなしているんですね。なので、怪我をしたね、もうふくらはぎに関しては、基本的にもう問題はなさそうという状況まで来ております。で、松井監督も山川選手については、日本ハムとの3連戦ですね、明日間の3連戦での昇格ってところも、大いにあるというふうに話しておりまして、山川選手の昇格っていうところもね、かなり可能性としては高いかなというふうに思います。正直言って、ここまでね、2枠空いてる状態ではあるんですけれども、ここまでも、1枠は空けた状態だったんですね。なので、今回も、誰か1人を挙げるという形で、一枠余らせるっていう可能性も十分あるかなと思います。例えばね、長谷川選手、山川選手のどっちかだけをね、昇格させて、一枠余らせるっていうのも十分可能性としてあるかなっていうふうにも思いますし、あとは、一枠は野手、長谷川選手か山川選手のどっちかを挙げて、もう一人はね、中継ぎピッチャーをね、挙げる可能性っていうのもね、十分あるかなというふうには思っております。結構やっぱり中継ぎ陣もね、かなり運用今苦しくなってきてる部分があるし、某投手だったりね、田村投手だったり結構二軍でいいピッチングをしている、ピッチャーはいますので、
ので、まあ、そういった、ね、人たちを挙げて、まあ、もう一人を野手という形を、ね、取る可能性も、十分あるかなというふうには思っております。なので正直言って長谷川選手山川選手が両方昇格するかどうかというところは、まあ、言い切ることはできないんですけれども、まあ、可能性としてはね、この二人が上がってくるのが、可能性としては高いかなというふうに僕は考えております。まあ一番はね、やっぱり山川選手ですよね。本当に山川選手が入るだけで本当に打線の迫力だったりとか、まあ怖さ、相手に与えるプレッシャーってところがね、こう全然変わってくるかなっていうふうにも思うので、まあ山川選手はね、ぜひちょっと昇格をね、楽しみに待ちたいなっていうふうにも思いますし、まあ佐賀選手も非常にこうポテンシャルの高い選手で、まあ僕自身ね、めちゃめちゃ期待をしている選手の一人でもありますので、まあ彼が来てくれても非常に面白いかなというふうに思っております。はい、まあ明日ね、16時頃に、工事がね、アップされると思いますので、誰が1軍に上がってくるのか、ぜひ注目をして見てみてください。以上です。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。今後もライオンズに関する動画アップしていきますので、いいと思った方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。